はい、足元に尻尾大きいよね。結構群生してますね。はい、もうね、もみじの葉っぱがね散ったところのね下にずっと尻尾ゴケのね群生があります。あっくんコケチャンネルです。今日はね真ん中にね大きな池のある公園に来てみました。さあコケ散策ね、公園のコケ散策はね今まであんまりねしてないですけどもね、結構ね公園にもねいろんなコケがありますんでね。はい、早速見つけましたよ。これはハイゴケですよね。ハイゴケですね。結構ハイゴケはこうやって地面にね生えることが多くてね、日の光を見て構えてますね。今度はヒノキゴケですね。ヒノキゴケです。ここはちょっとね人が歩く道のところなんでね、ちょっと踏まれてね潰れているような感じがしますけどね。まあでもね苔って本当に丈夫いのでね、少し踏まれたぐらいはね全然大丈夫ですよね。はい、これは松の木ですね。松の木に生えてますのはハイゴケですね。これはちょっと葉っぱが小さいタイプですね。まあハイゴケもねある程度種類があってね、これは葉っぱはね少しこう小さいタイプのハイゴケだと思います。はい、ここは神社ですよね。祠があって、そして石垣があって、石垣のところにはやはりこの砂苔がね、砂苔さんが生えていることが多いですね。これは多分ちょっと毛足が長いので映像砂苔かな。うんね、今日は雪が降ったので水分がねある程度あるのでね、こうやって葉っぱ広げてますね。これは小屋の万年草ですね。はい、小屋の万年草も尻尾ごけとね調整してますね。はい、そんなに群生はしてないですけどね。小屋の万年草を公園で見つけました。やっぱりね水分がね、池があってね、空中の酸素じゃないな、水分が多いのでね、高野の万年草も生えることができます。はい、これは葉っぱの大きいタイプのハイゴケですね。ハイゴケはね、苔玉なんかにね、よく使われるそうですね。はい、ここは、砂ゴケとハイゴケのね、調整ですね。結構ありますね、これね。先ほどのね、株よりは大きいですよね。なかなかね、やっぱり公園で公園の万年草を見つけるってなかなかないんですけどね。とても運が良かったと思います。はい、これはモミの木かな。これはすごいですね。しっかりね。